回はどんなソフト？生き物づくりクリエイトイ。これは一体どういうソフトなんですか？はい、こちらは自由にパーツを組み合わせてクニャペという生き物を作ることができるんですね。クニャペ、響きが可愛いですね。でしょ？作ったクニャペでゲームをして遊んだり、友達にあげたりもできるんです。なるほど。じゃあさえちゃんはクニャペとどんなことしたいですか？3219、手をつないでお台場デートとかしたい。それ人間とやってください。うちの会社創立100周年記念じゃないですか。そうなんだよな。無駄に歴史のある会社なんだよな。何をやってる会社か未だに分からんな。でね、社長に100周年を記念した会社のマスコットキャラを作れって言われてるんですよ。でも俺たち全然絵心ないですし、何描いたらいいか全然浮かばないんですよ。まあそう難しく考えずに楽しく考えればいいんじゃないか。例えばな、例えば顔は丸くて丸だろ。で、耳、猫みたいな耳がついてる。ああついてる。ほんで、まあ目は意外と鋭いんだよ。鋭く。あ、ね、羽をつけたら可愛いかも。羽ね。意外と可愛いかも。で、色は全体的にポップなマカロンカラーで。マカロン？説明しよう。マカロンとはフランスを代表するカラフルなスイーツのことである。まるでマカロンのような配色をマカロンカラーと呼ぶこともあるのだ。あーマカロンな、俺も何度か経験あるが、あれはへこむよな。二人同時にロンって言われた。あー部長、それダプロンじゃないですか。子供に通じないですよ。あ、説明しよう。いや、いいですよ説明は。できた。できた。おお、あ、意外といいじゃない。おお、いいじゃない。聞いた。これ名前どうしよう。この辺りの線がふにゃふにゃしてるから、ふにゃおでいいんじゃないですか。ふにゃお、かわいいな。力抜けていいな。なんかこいつ昼間は寝てばかりいそうですね。あ、夜行性だ。でね、泣くときはふにゃおって泣くんですよ。ふにゃお、かわいい。ふにゃお。いつもね、布団でね、寝てるんですよ。うわ、いいな、布団に入ってるか、これ。そろそろこれ、社長に提出してきてもいいですか。ダメだ。ふにゃおは俺たちが買うんだ。ダメですよ。社長が待ってるんですから。あ、ふにゃお。ジュニアちゃんが作った生き物作りクリエイターのクニャペも超可愛いよ。およよ、クニャペと聞けば黙っておられませんな。え、クニャペ知ってるの？冗談はよしこさん、知ってますわよ。ドリフでしょ、カタちゃんペでしょ。違う、生き物作りクリエイトーイでお絵かき感覚で作るクニャペ。あ、じゃああれだ、商店のオレンジ色の人、チャンラーン。いつも元気なコンペです。どっちもペしか合ってない。あ、赤塚不二夫先生のキャラクターだ。ニャロメでしょ。今度はニャしか合ってない。クニャペだってば。あーちょっと、あ、違った違った違った。可愛い子がたくさんいて、どの子がタイプかみんなで盛り上がって、それそれで CD デビューした子までいて。そうだっけ。おにゃんこだから、クニャペのニャしか合ってない。説明しよう。おにゃんことはかつて全国的大ブームを巻き起こした等身大の女子アイドル集団おにゃんこクラブのことで、今の AKB48 に勝るとも劣らない人気を誇ったのだ。そして仕掛け人はこちらも秋元康さんだったのだ。おにゃんこね、僕はね、かわいそうな子を慕ったんだけどね。先生、今日はジャージじゃない。今日はたけし先生じゃなくてたけけです。たけけ、秋元康さんが康すなら、私今後たけしはたけけで行きます。俺もアイドルにたけけなんて呼ばれてみたいもんだな。たけけ、おかしいな、なんかあんまり嬉しくないな。先生、それってモノマネのつもりですか？分かってるよ、俺だって何でもないじゃん。これ一生懸命着替えたのにさ、全然似ても似つかないとか、物まねでも何でもない。これね、普通のおじさんだよね、本当に。分かってるよ、俺だったよ。なんだよ、タケケです。ゲームの決まり、今日の
ゲームは生き物作りクリエイトーイです。どんなゲームか教えてあげて。はい、生き物作りクリエイトーイといえばですね、丸や三角四角などのさまざまな形や色のパーツを組み合わせて自分だけのキャラクタークニャペを作って遊ぶゲームなんですね。ちょっと待て、お前三角形の気持ち考えたことあんのか。お前なんで三角だけ。テストの採点では丸でも×でもない中途半端な立場に置かれ。あ、確かに三角だ。幽霊の額に無理やりこの形の布を当てがわれ。三角だ。挙句男女の3人の微妙な恋愛関係の代名詞として使われる始末。三角形、これぞ声なき声。丸三角イカスイ